はい、続いてラスト FFRK マルチエメラルドウェポン行ってみたいと思います。この前のあいつなんだっけ、サファイアウェポンか。サファイアウェポンはそんなに難しいギミックなかったね。カウント3回して限界突破ダメージみたいなギミックぐらいで、エメラルドウェポン、あれか、目か、目があるやつか、あんま覚えてないな。あの攻略情報も正直あんまり読んできてないまあなんとかなるっしょみたいな。なんだっけこれ、全体攻撃、あれもしかしてこれあれか、あれあれもしかして物理キャラだけじゃダメなやつだっけ。魔法攻撃かなんか、召喚魔法かなんかで、なんか目玉攻撃したようなイメージがあるような、ないような。大丈夫か大丈夫かな。まあとりあえずやってみよう。で、あとこのエメラルドウェポンについては全て防御無視、魔法防御無視の攻撃なんで、弟子は連れてきてません。ルーファウスと、まああれだね、その代わりサイファーで弱体化していくみたいな戦い方でいこうかなという打ち合わせをしてきました。てかよくよく見たらなんか死の宣告かかってない？死の宣告あんのこいつ。死の宣告あんの、やばいな。それ開幕チェーンやった方が良かった気がすんな。間に合うかこれ。お、マギカオラレ。間に合うかな。もうカウント5しちゃってるよね。この段階でカウント5 早くない？もう5減っちゃってるわ。まだだって 2% だよマジでいけるかこれ。別に闇が弱点なわけじゃないしね、これね。これで弱体化入れたんで、とりあえずウィーク弱点になったから、ゲージターンラン速度が 1.5 倍になるはず。ダメージはそんな痛くないな。ダメージは痛くない。これ時間がやばいね。時間が、しかも全員死の宣告かかっちゃってるから、目が出てきたね。目が、これ目が、目壊さないとやばいんだっけ。壊さないとやばいのかな。目の耐久値はそんなに高くなさそうな気がする。次のターンでチェーン打ちたいけど、カウントやばいね。チェーン打った段階でもうカウント30ぐらいになっちゃうわこれ多分。まあ何にせよチェーン打って覚醒打ってからが本番なところはあるけど、エメラルドビッグバン、そんなにでも強くない。ペイン状態が強いか付与されてる。さあこっからチェーンを打っていくぜ、こっからチェーンを打っていくぜ。宿地闇の方で重式して、さあチェーンを打っていくぜ。ペインでどんどんダメージがあれかな、増えてくパターンかな。エメラルドビーム行くぜ行くぜ、スティグマ。てかサイファーのチェーン発動してない。待って待って、サイファーのチェーン発動すん、遅いよサイファーくん。サイファーくん何してんの、遅くないサイファーくん。サイファーくんのチェーンがいつまでたっても発動してない。これサイファーさっき、あ、よかったよかったよかった。そうだよね、
セフィロスも今待機なしになってるから、お、ルーファウス君も覚醒打とうとしてね。気づけよ親不孝者。これで目玉ぶっ壊れるかな。よっしゃ、あと残りカウント30でこいつをぶっ殺しに行けばいいんだな。これなんだろう、目玉があるとエメラルドビッグバン打ってくる感じなのかな、なんかそんな感じがする。目玉があると攻撃がなんか強くなるみたいなタイプかな。水圧、気づけよ親不孝者。これなんだっけ、あれか、 AC アドベントチルドレンでのルーファウスの演出。こっからですよ僕たちの大反撃は。ただマルチ本当ね、チェインがなくなるスピードも半端ないからね。このワンチェイン中に倒したいね。ワンチェイン中に倒していきたい。よし、斬新。いけ、オーラン。いいね、闇弱体4段階。あ、これで5段階入ったな。やっぱさすがに、ルーファウスとサイファー2人で弱体化していけば、抜群に入るの早いね、弱体化ね。これなら、モグじゃない、弟子を抜いてきた甲斐があったぜ。ミッドナイトブリッド。何気にミッドナイトブリッド初めて見たかも。いいね。もういいね。追撃。こっからだ。よっしゃ。オーラーレも乗ってるからね。斬新でオーラーレも乗ってるから、 50% の確率でクリティカルが出て、でさらに振りダメが2倍、振りダメ2倍なんで、こっからの心ない天使がどれぐらい火力出るかって感じだよね。これはワンチェーンいけるのでは。修羅切り、サイファーも、もう、次のチェインのことは気にしないでいこう。このチェイン中に倒すっていうね。いけ。このチェイン中に倒すことを考えて、もう、ゲージ使ってしまおう。おー、4万、いいぞ、4万。いいぞ。いいですとも。いいね、待っていたぞ。良いね、3万。良いね。あ、もうチェーンあれか。チェーンマックスまで行ってんのか。オッケー。いけるかなーって、ワンチェーンで、あと多分2回くらいは動けるよね、このマルチの。火力ね、そうだ、忘れてた。そうだ。サイファー後列にいるから火力出ねえんだ忘れてた。なんか火力出す風なこと言ってたけど、そうだよね、所詮後列だもんね。忘れてた。なんかあれなの、こうして見るとやけにウーファウス火力出ないな。ダイブトゥーグラウンド。ウーファウスはあれ持ってるはずなんですけどね、あの遠距離武器、遠距離の神器装備してたと思うんだけど、思ったより火力出てないな。あ、2ターン目から斬新のあれが乗っかるんだ。つえー、斬新の闇属性ダメージアップ中が乗ってんだ。うわー、いけるかなー、これ。間に合うかなー。
なんかやっぱ強式とかないのにすごい硬いよね。オッケー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 。あーちょっと火力出ないな。あれ間に合う。チェインやっぱ2チェインじゃないとダメか。ワンチェイン中に終わんないかこの感じ。終わらなそうだね。ワンチェイン中じゃ終わらなそうだね。45,000、45,000は出たけど、あー次来ない。弱い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 よ。サイファーさん弱いよ。あなたのシンクロの実力そんなもん。弱いよ弱いよ弱いよ。魔法キャノン、何魔法キャノンってなんだこれ、何これ、何の技これ、超絶超絶かな今の。ルーファウスの超絶かな今の。あと 13%9%。 あチェーン終わるなこれ、チェーン途切れるなこれ。うわゲージが溜まってねえときた。チェーン切れた。チェーン切れた。まあいけるっしょ。残り 3.5%。 チェーンなしでなんとか、チェーンなしでなんとか。あいけるいける、このダメージならいけるいける、いけるわ。これまたあれじゃない、ライムセフィロスがとどめ刺しちゃうんじゃない。目玉出てきたぞ。うわいけるいけ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 、これは勝った。イエーイ、やったやった。これはあの闇弱体効いてたね。やっぱりやっぱ弱体化キャラ2人は良かったと思うわ。これは火力が出しやすかった。よかったよかった、うん、よかったよかった。はい。で、まあ、思ったよりサイファーは火力出なかったっていうね。はい。といったわけで、ラストマルチ、エメラルドウェポン編やってみました。といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になったら面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。